お、リノブの看板が出てきましたね。ここを右ですね。うん、びてるからね、うん、一瞬同士に見えるね。あ、一応感じが。看板が静岡だね。あ、でも意外にこの道も面白いかもしれない。なんか結構いいライティングだけど、ね、マンホールがちょっとね、今だいぶ漏れてたよ。マンホールがへこんでるのに、ここの方だよね、ほら。おー、多い多い多い、結構へこんでるんだよね。怖いよね、すごいか、トンネルだな、これも。うねってるみたいな。うん、いいな。こんなトンネル、椅子じゃないからね。ない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 。あ、すごいよ。すごいね。あれ、なんだっけ、モナコのあの。ああ、似てる感じだね、なんかね。F1 のコース。タケノコのオブジェがドーンとあるもんね。オブジェ、うん、あ、これだ、見えました、あったあった、うん、左にあるロケットみたいなやつ、うん、イントリタケノコだよ、ここ走ったかな。これ先ですね、ここか、これが入るのか、ここですね、タケノコのとこ行って、タケノコの道の駅。あ、ユーチューブ的にもある。いやー、ミノムまんじゅう、英春堂でしたっけ。ああ、休みでしたね。金曜日はダメだね。ダメだね、もう。次のその桜聖火ところも評判良さそうなんだけど、うん、ゆるキャンのおまんじゅう屋さんはダメだったってことだね。ミノムまんじゅう、ミノムまんじゅう買えりゃ、そばも買ったし、そば買った、いやいや十分だよ。有料、無料区間です、無料区間、うん、こっからミノムまでは無料です。だから直進でいいのかな、うん、静岡に戻ると有料なんだ、なるほど、趣味だね。肌の割には車が少ない、そうだね、うん、いやでもやっぱできたばっかだから綺麗ですよね。ね、全然あの路面がガタガタしない、うん、しない、うん、ズルズルって感じだもんね。ん、あの橋を渡ります。はいはい、肌っぽい、すごいとこにあるね、お店が、ねえ、お店があるところに向かってるような気が全然しないんだけど、どんどん山奥へ、山奥へ。ミノムまんじゅう、桜、なるほど、ほいほい、こじんまりとやってるとこだね、いい、いいやげ。もう買ってけだね、もう、すげえよ、竹摘み、ゆば、ゆず、ゆず。なんでもなんでもすげえな、なんかどこそこの道の駅みたいな。石は売ってる。ジュズってすごいな。あ、でもこっち、そっか、山梨はそうだもんね、石だもんね、うん。あ、俺ナビしてないけど大丈夫。あ、いいっすよ、大丈夫っす。とりあえず鉄板焼き屋までは入れましたんで、はい、これが右ね、これが右です、下部温泉へ、はい、水降ってる、なんか焼けた、はい、下部温泉、なんだ、こじんまりしてると思ったら結構でかいよね、ねえ、日本結構取ってるね、うん、
この食堂、おーよかった、ここ定休日だここの、そさここです、ん右手藤川さん、これうん、でも山が新緑で、うん、いい感じ、いい、ね、あるからこの時期にかけてのさ、うん、山の色は好きなんだけどさ、うん、花粉がこれを直進ですね、ずっと、あ、これ俺県道かと思ったら国道なんだここ、あ、そうなんだ、うん、本当だ、305線になってる、俺で富士山が見えれば奇跡だけどな、あでも雲は結構どいたね、抜けたね、うん、息の感じじゃ絶対顔出さないって雰囲気だけど、うん、明日のお客さんは YouTube 見てきたお客さんなんで、あそうなんだ、そうそうそう、今日まんじゅう買ったから、あ明日の口直しはまんじゅうにしてやろうかと思って、どれで助かったの？あ、道の駅いいですか？いいか。下部、はい。うん、移動します。寄ることもないもんね。うん、もう買うものない。うん。ここで中間ぐらいですね。うん。あ、新しい道作ってんだ。あーこっちだよ ね、 ね、やっぱくねくねになりましたね、なったね、なんかやってるね、どんぐりどんぐりの非常に、やっぱ新しい道作ってるんですね、やっぱり、うん、ここで出てくるんだね、なんか勝手に見学ができそうなんだけど、あ、ここで止まれだ、なるほど、ここら辺が崩れたんだ、あ、青になった、ここら辺が崩れたの、崩れたんじゃないですかね、あ、もう一本取ってる、やっぱこのくねくねを解消しようとしてるわけだ、そうだね、より走りやすい、うん、あーこの辺がやられちゃったんだなってね、うん、全部ここら辺にダーンって来ちゃったんだね、あ、すげえ工事の、うわー崩れてるよやっぱり、あー本当だ、うん、結構なあれだね、結構なあれだったね、あ、でも CD よりこの方が楽、軽いっしょ、軽い、パターンって言ってる、パターンって言ってるもん後ろから見てても楽にね、うん、あのこっちの方向向いてくれるから、あ、なるほど、ちょっと生えてる毛やっぱうちのと違うね、そうだね、うん、紅葉する木だね、うん、奄美だ、だって杉だらけだし、奄美もマサダも見えるとこみんな杉だらけだよ、杉は少ないよね、杉ないですね、やっぱ森は高齢な木森は枝も秋は綺麗じゃないかな、うん、紅葉して、これまあこれからもっと新緑深くなるともっといいかもしれないけど、そうだね、うん、また秋にこっち行きたい ね、 ねえ、うん、工事やってんじゃんまだ、結構上から崩れたんだ ね、 ねえ、山肌すごいほら、あ、本当だ、突然山肌が、岩肌に、今年の6日まで交互通行だ、うん、
ちょっとしんどいね、この道はね。まして、あの車、前の車じゃん。こんばんは。上がってきた、上がってきた。おー、景色いいな。おやっぱ春の山だね、淡い。淡いね、色がね。下見るとちょっとやばいっしょ。うん。あんまり右は通りたくないから、ね。行っちゃったよ。行ったね。また来たね。やっぱ見ちゃうよ。見ちゃうよね。さあ、うん。一緒に仲間か、こいつら。ハムティ。うん。絶対行っちゃう。八王子。かして。あの人たち一緒にされるの嫌だ。嫌だね。これを抜けると多分景色がふわーんと来んじゃねえかな。はいはいはい、はい。違ったかな。あ、やっぱ見えねえよ。見えねえ。いっそのこと登る。ゲートとかってなんかパラパラ来ました。なんかバイザーになんか来たね。まさかウォッシャーやってねえだろうな、前の車が。あー、ありうる。雨かな。雨ですね。雨です。やっぱり雨が来た。まったく2つもから降り出せやん。おかしいな、もう本当に。じゃあどうも今日もありがとうございました。はい、お疲れ様でした。気をつけて。ありがとうございました。はい、またお願いします。お願いします。ということで、ようちゃんと別れて、ここからは一人です。もう自宅までね、もう目と鼻の先ですんでね。今日も無事に行ってまいりました。天気もね、なんとか持ってくれて、富士山見たかったんですけどね、本当もうトスコであそこで買って1000円をピュッと出して、こう富士山の写真を撮りたかったんですけど、まあ3回行って3回とも富士山に降られましたんでね、またリベンジしたいと思います。今日はね、ゆるキャンのあそこの何でしたっけ、なんとか堂さんの身延まんじゅうを買う予定でしたね。定休日でしたんで、急遽違うお店行ってきましたけどね、そこも美味しそうでしたね。さあ、牛たび1行って、おまんじゅう食べて、お風呂入っておまんじゅうかな。ということで、最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。